今度こそ気力をつけてやる。Thank you.
がとう。ネメシスを倒したよな。まったくすげえぜお前ってやつは。見事な勝利だったぞ。よくぞ世界を救ってくれました、銀河さん。ありがとうございます。やったな銀河。ま、俺様のバリアレスが協力したおかげだがな。はあ、キングの言う通りだ。俺が勝てたのはみんなの力があったからさ。そう、ここにいるみんなだけじゃない。俺はあの時感じたぜ。世界中の仲間の熱いベガマシンが俺の中に流れ込んでくるのな。金が、金がさん、これで全て終わったな。え、我々のレジェンドブレーダーとしての役目も。何言ってやがる。これからが始まりだぜ。俺の目的はレジェンドブレーダーを一人ずつぶっ倒し、銀河と決着をつけることだ。アグマにデュナミス、てめえらとの勝負は済んだ。次はてめえの番だ。いいだろう、相手になってやる。待て、貴様とは一勝一敗のはず。まだ勝負はついておらんぞ。いいぜ、何度だって叩き潰してやる。ああ、盾競ってばまた始まっちゃったよ。やっぱりあいつは飛行機。トミー、ゼオ、銀河、みんな無事か。父さん、ヒカル、さあ帰ろうぜ。うん。勝ったぜ竜が。見ててくれたよな。この時が、銀河、残るはてめえ一人だ。今日こそ決着をつけてやる。行け、京也さん。これで銀河を倒せば、京也さんが最強のレジェンドブレーダーに決定だ。さすがだぜ京也。だが俺だってそう簡単にやられるわけにはいかないぜ。そうか、もしかしたらこの地球も宇宙から見たらちっぽけなベイスタジアムの一つに過ぎないのかもしれないな。だったら思う存分楽しんでやるぜ。この最高のスタジアムで最高のライバルと最高のベイマだろうな。何をごちゃごちゃ言ってやがる。さあ飛べ。あ、いっぺん飛べよ。ああだったらもう誰にもあの時は止められませんね。二人の熱きベイ魂が、みんなの絆が、また世界中にベイの輪を広げていくんだ。しかし、ネメシスが世界に残した傷跡は深い。世界が元のように復興し、繁栄を取り戻すには、まだ少し時間がかかるだろう。だけど俺たちは信じています。再び、世界中の人々がベイで繋がり、笑い合える日が来ることを。ああ、そしてそれを実現させるのは君たちの仕事だ。はい。さあ、それでは始めるぞ。一番これあるところにグレーナーに出会いが。レディー、スリー、ツー、ワン。
黒金ゼロ、メイの新たな世界へ、一度侍グレード、次回、新時代到来を